また始まりました。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。韓国がチップ4への中国参加を画策し、アメリカが大激怒。本当に何をやっているのでしょうか。今や私たちの生活には欠かせない半導体ですが、その利用範囲は幅広く、身近で言えば炊飯器から自動車までありとあらゆるものに利用されています。当然ハイテク兵器などにも搭載されており、米中対立が深まる昨今の世界情勢においては、半導体の確保が両陣営の勝敗を左右すると言っても言い過ぎではないように思います。ところで、首の皮一枚だけ西側陣営とつながっている韓国は、世界で2番目に多く半導体を製造している半導体大国でもあり、また困ったことですが、中国に色目を使うことにも余念がありません。そんな韓国は今回何様だと思ったのか、4カ国の半導体同盟チップ4を使って米中を天秤にかけて越に入っているようですが、アメリカがそのような都合のいいことを許すはずがありません。今回はチップ4に関する韓国のとんでもない勘違いを、その背景も含めてお伝えできればと思います。韓国はアジアの大国中国と覇権国家アメリカの間で右往左往する、いわば分断国家です。同じ一つの半島で北朝鮮は中国といわゆる血の同盟を結ぶ一方、南の韓国はアメリカと同盟を結びつつ、在韓米軍も駐留しています。そもそも朝鮮戦争自体が米中の代理戦争でしたので、当然中国やアメリカは朝鮮半島の南北二国を半人前国家としか見ていません。そのような待遇に業を煮やしたのか、韓国では2005年反米左派政権だった当時のノムヒョン大統領が、自身に都合のいいバランサー外交理論なるものを語り出してからというもの、米韓関係はおかしくなり始めました。このバランサー外交、ノムヒョン氏を師匠と仰ぐムン前大統領時代にも何かと取り沙汰されていたのですが、何でも米中間に位置する韓国こそが両国の調停を行う存在であるというものです。実際はただ振り回されているだけなのですが、その現実をねじ曲げて、あたかも自分たちがまるで大国同士の関係をコントロールしているかのように国を挙げて錯覚できることこそが、バランサー外交なるものの美味しいところなのでしょう。そしてこの考え方は韓国人の妙なプライドの高さと見事に合致し、以降政権が今のユン政権のように親米右派に変わっても基本的には受け継がれているようです。しかし韓国に好き勝手に勘違いされているアメリカとしては、当然たまったものではありません。現に右派政権だったパククネ政権の時でさえ、韓国の防衛にアメリカが配備しようとしたミサイル防衛システムを、韓国は中国が嫌がるからという理由で渋ったことがありました。また半導体技術が欲しい中国の誘いに乗って、 SK ハイニックスやサムスン電子などの自国の大手半導体企業をどんどん中国に進出させたりしたのも大問題だったと思います。ところで現在半導体の世界シェアを生産国ベースで見てみると、韓国が 23% でトップ、続いて台湾が 21% で2位、3位は中国で 16%、 4位は日本で 15%、 そして5位はアメリカの 11% となっています。もっともこれは物理的に半導体が生産されている国の話で、企業ベースで見るとアメリカ企業が世界シェア 54% と圧倒的にトップです。世界の工場として
下請けに徹している生産量3位の中国は、自国企業の世界シェアとなると、わずか 4% に過ぎません。今後、確実に起こる新冷戦を前にして、中国としては、半導体開発力が喉から手が出るほど欲しいことに違いなく、あの手この手で西側の技術をものにしようとしています。もちろんこのような野心を隠そうともしない中国については、アメリカも座視しているわけではなく、西側の半導体技術が中国の手に渡るのを阻止すべく、中国企業の締め出しや中国への輸出規制など、遅まきながら様々な手を打っているところです。このような中、いつも頭を悩ませるのは、どっちつかずの韓国で、もともと技術力のない中国にとって、バランサー外交などと浮かれている韓国は、格好のカモであることから、アメリカは日本、台湾、韓国に声をかけ、半導体の製造や供給を協力する体制づくりに取り組んでいます。それがチップ4と呼ばれる枠組みなのですが、表向きこそ半導体の安定的な供給のためとしているものの、チップ4が中国包囲網であることは誰の目から見ても明白です。事実、中国はチップ4については強く反発していますし、アメリカはチップ4に参加するよう3月から日台韓に呼びかけていましたが、唯一韓国だけは慎重な姿勢に終始し、態度を明らかにしていませんでした。これには韓国としての事情があり、アメリカにすぐにイエスとは言えていなかったのですが、その一つの理由は、中国は韓国の輸出先の 31% も占める国だということです。半導体に関して言えば、韓国が2021年に輸出したもののうち、中国向けは6兆7800億円ほどと、全体の 40% 近くを占めています。中国で稼働している半導体工場も多く、今中国の機嫌を損ねると、とんでもない目に遭ってしまうというわけです。実際韓国がアメリカに押し切られてミサイル防衛システムサードの配備を認めたパククネ政権の時には、中国は自国民の韓国向け旅行を規制したり、韓国のコンテンツを見れなくしたりして、韓国経済に大ダメージを与えました。未だにその制裁は尾を引いているのですが、このことから韓国は中国の顔色を伺わざるを得なくなり、中国は韓国の首根っこを押さえている状態です。まあこれは歴史的にも今に始まったことではないのですが、保守系のユン大統領は5月の当選当初こそ声高に米韓関係の改善を叫んでいたものの、中国との関係を大事にしたい左派が多数を占める国会でもあり、最近は支持率低下も相まってめっきりトーンダウンしています。それどころか、7月末から8月初めにかけて、台湾含むアジア諸国を歴訪したアメリカのナンバー3、ナンシー・ペロシ下院議長に対して、歴訪対象国の中では、韓国だけがトップとの面会を行わなかったことは、本当に情けないことこの上ありません。しかも、空港への出迎えを誰もよこさないほどの塩対応っぷりだった上、ペロシ議長帰国後すぐに外交部長を北京までご説明に派遣するという念の入れようです。これに対してメンツを潰されたアメリカは当然激怒。そのため韓国政府は8月8日になって、慌ててチップ4結成に向けた予備会議への出席を表明したというわけです。ただそこでも韓国のズレっぷりが明らかになってしまったのですが、同日付の朝鮮日報によると、何でも韓国政府の担当者は、なんと、チップ4に中国も参加させるべく、アメリカを説得するなどの発言をしたそうです。こうなると、空気を読めないレベルではなく、明らかにわざとやっているとしか思えません。ムン政権時代と何が変わったのでしょうか。いえ、見方によっては、さらにひどくなっているような気さえしてしまいます。確かにチップ4の建前は世界的な半導体の安定供給網の構築ですが、
だからといってそこに中国を参加させるなどアメリカが許すはずもありません。韓国はアメリカにも中国にも丁寧に説明するとしていますが、これは両方にいい顔をしようとした挙句、かえって両者の怒りを買うといういわばお約束のパターンだと言えるでしょう。本当にどうにかしてほしいですよね。いかがでしたか？何をどう勘違いしたのか。韓国はチップ4の予備会議から参加すればどのようなルールも変更できると考えている節があるようです。実際はアメリカから旗色を鮮明にするよう踏み絵を踏まされているだけなのに、この意味不明な理解の仕方はいっそすがすがしいくらいだと感じます。アメリカとしても頭が痛いと思いますが、日本としてもこのような隣国に何十年も付き合わされてきましたので、アメリカもそろそろインドを渡してもいい時期なのではないでしょうか。やっぱりチップ3にするしかないようですね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。たくさんのいいね評価やコメントはいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。